ヤッホー、サオリです。乾杯、イエイ。ドラクエ11エースやってきます。非常に気になるところで終わってしまったんですけれども、はい、この勇者の剣を取ってもいいのだろうか問題目の前でデルカダール国王がホメロスをブシュッとしてしまいました。まあ、ウルモーガが乗っ取ってるんだと思います、現在進行形で。さあ、ちょっと仲間に話を聞いてみましょう。ホメロスは魔物の手先じゃった。奴のこれまでの行いを見る限り、それだけは疑いようもなかろう。まあそうなんですけどね。ウルノーガの居所はまだ定かではないが、勇者の剣は奴との対決に欠かせぬもの。さあ、命の大樹から剣を受け取るがよい。スルッと受け取れるもんなんでしょうかね。魔物の手先だったホメロスは倒れました。次に対決するべきはウルノーガ。私たちの旅もいよいよ大詰めですわね。それにしてもウルノーガは一体どこに身を潜めているのでしょう。何か手がかりがあればいいのですが。国王の中にいるんだと思うんですが。ホメロスのあの凄ましい殺気、本気で私たちを倒そうとしてたわ。みんなが無事で本当によかった。でもあいつの尾行によく気づいたわね。あんたがいてくれなかったら私たち危ないところだったわよ。まあね、一度経験しておりますからね。ふむ。ホメロスのやつが魔法を放ってきた時は俺たちもおしまいかと思ったが、お前のおかげでなんとか命拾いしたぜ。それにしてもあんなすげえ剣をどこで手に入れてきたんだ。もうこのままになっちまったみたいだが。はい、それは未来から持ってきた。未来から持ってきた、なんか言い方おかしいな。なんて説明すればいいんでしょうね。難しいな。ホメロスちゃんは悪い子だったみたいだけど、わざわざ大樹ちゃんのてっぺんに来るなんて何の用があったのかしらね。聞きたいことがいろいろあったのに、王様がやっつけちゃったせいでもうわからなくなっちゃったわね。そうですよね。口封じみたいに見えますよね。いや、やっぱりこの中にいるでしょう。魔王が、デルカダール国王の中にいるでしょう。マルチナ、やっとお父様に会えたというのにどうしてかしら。なんだか素直に喜べないの。そうでしょう。ごめんなさい、ルービー、まだお父様に会えた実感が湧かないのよ。16年も隔たりがあったせいかしら。いや、やっぱりマルティナは気づいてますね。彼がデルカダール国王でないことをね。まあ、あの見た目っていうか体はデルカダール国王なんですけど、乗っ取られてますからね。ウルノーが魔王に、それをなんとなく感じ取っているのでしょうね。やっぱりあのホメロスをブシュッとしたのは違和感だったと思いますよ。グレイグ、ホメロス、お前ほどの男がなぜ魔物などの手先に、一体誰の差し金で。目の前にいるんですよね、ウルノーガ。ウルノーガの差し金なんですよね。はい、ちょっと国王さん、全ての元凶たるウルノーガは今も世界のどこかで息を潜めているはず。さあ、勇者ルービーを、悪の根源を断ち切るため大樹の魂に宿る勇者の剣を手に入れるのだ。いいんでしょうか。まあ行くしかないんですけど。はい、装備は、あ、装備なしになっちゃってんな。これ装備しといた方がいいんかな細かいか。そんな別に大丈夫やとは思うけど、まあ装備しときましょう。はい、では取りましょうか、勇者の剣。はい、大樹の魂の中に入りますか。はい、さて、お、このまま魔王に邪魔されることなく勇者の剣手に取れるのでしょうか。ちょっと待って、嫌な予感がするな。大丈夫かな。取れる、取れた。はい、勇者の剣を手に取りました。そしてわあ、なんという素晴らしい剣だ。わしにも見せてくれぬか。ここで本性を現すやつか。怖い、ドキドキするな。顔がおかしいものだって。今のは、今の何？
何マジで、もうデルカダーローからウルノーがもう出ちゃってるの本体、分からんねんけど、何今の職種みたいなやつ。まあよい、それよりも早くデルカダール城に戻って宴の準備をせねばな。何この展開。ほう、もしやわしらをデルカダール城に招いてくれるのか。え、マジで。今さら何を言う老よ。そなたたちはウルノーガの手先ホメロスから命の退治を守った英雄ではないか。え、分からんなってきた。この王はどっちや、魔王なのかデルカダール王なのか、え、どっち。聞いての通りだ。そなたたちの功績を称えるため、うん、我が城に招待させてほしい。はい。すまない、今は言葉が見つからぬ。私がこれまでしてきたことは、いつか日を改めて詫びさせてくれ。はい、もう十分お詫びはしていただきましたよ、ね、さあわしらは先に城へ戻るとしよう、はあ、デルカダール城で待っておるぞ。ですって。どうしよう、私ハテナマークが今100個ぐらい頭の上でついております。ピピピピピって。え、あのデルカダール王は何者マジで。え、いつからか魔王が抜けてったんかな。いや、それとも魔王がまだ勇者の剣狙ってて、でなんかこう宴を開くとかって隙を見て勇者の剣奪おうとしてんのかなっていう風にもね取れるしね。でもあの職種なんやったんやろ。ホメロス、いや違うか、ホメロス消えてなんかファーって闇の感じで、なんか魔物が死ぬ時みたいに消えたやん。実はホメロスがこう触手みたいなのをシュッてしたとか。分からへん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 。どうしよう。グレイグちゃん、ウルノーガの手先だったホメロスちゃんを倒したのに全然嬉しそうじゃなかったわね。いや、そうでしょうそうでしょう。あ、この時はまだグレイグちゃんと呼んでいますね。それどころかすごく落ち込んでいたみたい。あの二人の間にはただならぬ絆があったのかもしれないわね。そうなんですよ、もうお互いがお互いを尊敬し合っていたはずなんですよ。あんな風に国王にプシュッとされたら心境複雑やと思うで、うん、今まで長い旅じゃったな。ようやく勇者の剣が手に入ったか。勇者の剣はこの世に二つとない剣、肌身離さず大事にしておくのじゃ。そうそやで、これ狙われてるからな。勇者の剣は絶対何者かによって、ウルノーガによって。マルティナはやっぱり黙ってるな。あ、ごめんなさい、考え事をしていたわ。ようやくお父様に会えたというのになんだか実感が湧かなくって。お父様に最後に会ったのは16年前、そう感じるのも無理ないわよね。やっぱり違和感を感じ取ってるんだと思います、マルティナは。16年ぶりやからとかそういうんじゃなくて、なんか違うって思ってると思う。やっぱりウルノーガはデルカダール国王の中にまだ入ったまんまやと思うな。ホメロスのやつが現れた時は背筋がヒヤッとしたわ。あの時ばかりはもうおしまいかと思ったわよ。そうですね、よかった、まだベロニカが生きてますよ。はい、とりあえずミッションは達成したのか。退治をとりあえずね守れましたよね。で、勇者の剣も手に入れたと。はい、私の目の錯覚でしょうか、王様が勇者の剣を手にしようとした時、黒い影がその手を払ったような。そうですね、ある意味勇者の剣を守ってくれたのか。そうも取れますよね。あれで王様がウルノーガやったとしたら、勇者の剣バッて奪う可能性があったわけじゃないですか。あの黒い影がウルノーガから勇者の剣を守った。そっか、じゃああの黒い影はエーモンの黒い影。そうかもしれない。へへ、好きやわ。デルカダール城で宴か、
一度捕まったことがある身としてはなかなか痛快な話だぜ。そやな、なんか複雑やな。うん、牢で散々俺をバカにしていた兵士が俺の姿を見たらビビるだろうな。へへ、今から城に行くのが楽しみだぜ。あっと言わせてやりましょう。はい、我々は何も悪いことしてませんと。おい、ではここはもう去っていいのか、普通にいいのかな、命の大樹。はい、落ちずに済みましたよ。とりあえず第一ミッションクリアな感じ、そんな感じしますよね。さて、まあ普通に、お、なになに、今なんか一瞬浮いてんけど、え、これハマった、あ、びっくりした、一瞬浮いた、浮いたわ。なにこれ、遊んでないでさ、ちょっと待って、これちょっとハマるんやけど、よいしょ、はい、ルーラで行けばいいのかな。あ、行けましたっけ。あ、デルカタール城に、城下町に飛べますね。はい、じゃあ城下町に行きます。なんとなく寄り道癖がありましてラムダに来てしまいました。はい、お、勇者様、闇を払う力を手に入れたようですな。今こそ勇者の使命を果たす時、ご分をお祈りしておりますぞ。はい、勇者の剣を手に入れたっていうのを長老がもう知っております。あ、そういえば、お、ちょっと待って、勇者の剣シンって書いてるぞ。え、なにこれ、シン。あら、勇者の剣より強いのかな、これきっと。流星の剣がこれでしょ。あ、流星の剣よりだいぶと強いよ。ってことは勇者の剣シンめちゃくちゃ強いってことですよね。おー、元々の勇者の剣よりだいぶ強いってことですね。よし、またさらにルービーが強くなりました。ちょっとみんなとの格差が気になるな、これ。ずっとこのままなの。で、スキルパネルよ。みんなスキルパネルこれっぽっちなんですけど、これはいつか元に戻んのかな。戻ってくれないと困るんですけど。はい、っていうか、あげたね、頑張ってスキルパネル開いたのにね、ちょっとあんまりじゃないですか、このまま進んでいくのは。はい、長老以外はほとんどね、会話変わりませんでしたので、デルカダール城下町にやってきましたよと。トレビアーンあのデルカダール城でパーティーだなんて、ほんともう最高、張り切って盛り上げちゃうわよ。パーティーはちょっと楽しみですね。ねえルービーちゃん、早く行きましょう。私、旅芸人の血が騒いじゃって、いても立ってもいられないわ。楽しそうやな。お、ローさんが黙っている。おお、すまんすまん。少し考え事をしておったんじゃ。デルカダール城での宴会楽しみじゃの。あ、やっぱりローさんも昔からね、デルカダール王のこと知ってるから、何かしら違和感を感じ取っているのでしょうか。そんな感じしますね。16年間ずっと会いたかったお父様とやっとゆっくり過ごせるというのに、どうしてこんなに気が重いのかしら。ずっと一人ぼっちで国を守っていたお父様に今更会いたくないなんて、私ってば本当にひどい娘ね。あるいは過去に戻る前の記憶をどっかしら持っていてね、お父さんがウルノガに乗っ取られてるっていう記憶がうずいてるというか、なんというか。まあでもやっぱり違和感は感じ取ってますよね、今の国王に対して。王様から直々に招待を受けるなんて、ルービーも随分偉くなったわね。私も鼻が高いわ。かわいい。デルカダールみたいな大きな国のごちそうって一体どんな食べ物が出てくるのかしら。ふふ、今から楽しみだわ。やっぱりベロニカと旅できるのは純粋に嬉しいですね。もじもじしてる。デルカダール王国に招待されるなんて光栄ですが、緊張しますわね。はあ、胸がドキドキいたします。そうそう、ルビ様は旅の最初にお一人でお城へ出向かれたのですので。まず思い出した、そうやったね。その勇気私に分けてほしいです。あの時はね、探索をしないまま捕まっちゃったので、探索もできるじゃないですか、やったね。デルカダール城で宴か。同じことを言っておりますね。はい、ギャフンと言わせちゃいましょうね。はい、それでは行きたいと思うんですが、会話などは変わってるんでしょうかね。なんかいつ来たっけ、デルカダール城下町前回。ねえ、この平和なデルカダール城下町にいつ来たんでしたっけか、もう全然思い出せないんですけどね。
お、勇者ルービトの。その説は大変ご無礼いたしました。どうかお許しくださいませ。っていうことは悪魔の子って言って追っかけ回されてたって感じやんな。デルカダール王から話を伺っております。どうぞお城までお越しください。はい、城に入れちゃいます。そっか、城下町までは来れたけど城には入れなかったみたいな状態やったんでしょうね、確かね。はい、フーも言うてるな。なんやなんや。どうもデルカダール王はこれから大事なお客さんを迎えるそうでね、お城の方がなんだか騒がしいんだ。気になるならお城に行くといい。この先の階段を上り、さらに進むとお城がある。はい、わかりました。昼に行くんだなと。はい、ナビゲーションしてくれましたが、我々が招待されてるんですよ。はーい。おう、勇者ルービー様。手のひらを返したようだな。はい。大変ご無礼いたしましたと。はい、みんなね、日を浴びてくれますよ。はい、大変失礼をいたしました。宴に乗じてならず者などが入り込まぬように。いやー、国王が一番のならず者っていうね。魔王に乗っ取られちゃってるからね。いやー、城の中も守っていただきたい。街の様子が妙だな。はい、いらっしゃいいらっしゃい。もう値下げは無理だよ、そこをなんとか。なんやこのやりとり。兵士たちがいつもよりも厳重に警備をしているようだし、街の中がピリピリしているのを感じるよ。何が始まるのかはわからないが、もしかしてどこかの国王がお城に訪問に来るのかな。まあ間違ってはないですけどね。元国王のローさんがね、来てますから。なんだか街の中が妙な雰囲気ね。はい、なんか妙だな。みんな妙妙妙妙言うてんな。なんかおもろいねんけど。楽しいな。わーい、なんか雑やな。あれ、なんだか大人がみんなそわそわしているな。これから何か始まるのかな。始まるんだよね。あーあー、なんかこれはちょっと覚えてんな。旅芸人みたいな人たちでしょこれ確か。はい、はいはい。ほほ、そうかそうか、グレイグ将軍とデルカダール王が。珍しいこともあるもんじゃの。おう、なあなあ、聞いてくれよ。さっきグレイグ将軍がここを通ってさ、挨拶したら振り向いてくれたんだぜ。一瞬だけデルカダール王とも目があったし。アイドルみたいになってんだけど。今日の俺はなんかついてるぜ。さよかさよか。はい、グレイグ将軍とデルカダール王がここを通ってお城へ戻っていかれたんだ。突然のおもどりで緊張したぜ。あのお二人が一緒に外出されるなんて珍しいこともあるもんだな。あ、そうなんですか。一体どちらへ行かれてたんだろうねえ。命の大事まで来てましたから。まあ、グレイグはわからんでもないけど、国王がさ、あんな命の大事までやってくるってさ、みんな不思議って思ったでしょう。きっと仲間の皆さんもね、きっと思ってると思うで。トレビアー、はい。パーティーは楽しみですね。そうですよね。その辺に関してもやっぱりローさんとかマルティナは違和感を感じてるんでしょうね。ホメロス様がお城を建たれてから随分になるけど、どうされたのかしら。どこかでお怪我をされてないといいんだけど。怪我どころの騒ぎじゃないんですよね。王様とグレイグ将軍はお戻りになったけど、ホメロス様のことは何も言わないし、なんだか妙な感じがするわね。あ、そういう意味で妙っていう言葉を使ってるのか。みんななんか変な感じやなっていうことやろうな。はい、武勇のグレイグと知略のホメロスね。はい、これはね、この人からクエスト頼まれましたね。あなた様は丁重にもてなすようにとデルカダール王からことづかっております。おい、えらい兵士から受ける扱いが変わりましたが。待ちわびてんやって。はい、子供たちかわいいね。遊んでんのかな。俺いつかグレイグ将軍みたいに強くて優しくて兵士たちに尊敬される人になるんだ。グレイグはみんなの憧れだね。はい、ふーん、僕はいつか将軍ホメロスみたいになってみせるよ。だって頭良さそうでかっこいいもん。そうですね。ねえ、みんな二人に憧れてたんだね。はい、この女の子は。そこの男の子たちったらいつもつまらないことで張り合ってばかりなの。全く子供っぽくて嫌になっちゃうわ。グレイグ様とホメロス様も昔はあんな風にやんちゃだった頃があったのかしらね。そうでしょうね。きっと彼らみたいに言い合いしてたんちゃうかな。ね、かわいいね、なんかね。
うちの子は将来兵士になりたいそうだけど、母親としてはできればあまり危険な仕事についてほしくないわ。それが親心なんでしょうね。セレブやなこのマダム。こんな物騒な時代に兵士になったらいつ魔物に襲われて命を落としてもおかしくないもの。そうですね、親心はそうでしょうね。いやしかしこの何でしょうね、このなんか手つきといい、首をくねる角度といい、マダムって感じですね、この服装といいね。はい、あ、デクデクデクがいる、デク奥さんもいる。わい、神谷の兄貴無事だったんだね。どうしているか心配だったけど、またこうして会えて嬉しいよ。神谷の兄貴、もしかしてこれからデルカダール城に行くつもりなのかな。また捕まらないように気をつけてよ。心配してくれております。行くんですけどね、デルカダール城。こんにちは、デクの妻のミランダです。神谷さんのことは主人からよく聞かされていましたわ。皆様がデルカダール王にお城へ招待されたという噂を聞いてから、主人ったらずっとはしゃいでますのよ。かわいいな、デク。兄貴カミュがね、お城に招待、嬉しいやろな。ねえ、歓迎されていると。はい、先ほど兵士たちが王女様がどうのこうのと話していたのが聞こえたんですよ。王女様って誰だろう。この国のマルティナ王女は16年前に亡くなったはずだし、いるんですよね、ここにね。王女様が帰ってきたんですよ。デルカダール王は16年前にマルティナ王女を失っても気落ちすることなく、ずっと一人でこの国を支えてきました。決して悲しみを見せることはありません。王として民を心配させないために感情を出さないようにしているのでしょう。それがね、ウルノーガに乗っ取られたっていうのもあると思うんですよね。おや、お兄さん、デルカダール城へ行くのかい。詳しい話は私もよく知らないが、王はこれから大事な客をお迎えするらしい。王に会いたいのなら止めはしないけど、今は城まで行っても会ってくれないんじゃないかね。いや、私に会うためにですね、王はね、招待してくれてるんですからね。ふふん。お、セレブがいっぱいいます、セレブが。兵士たちの話を小耳に挟んだのじゃが、どうやら亡くなっていたはずのマルティナ王女が見つかったそうじゃの。そうなんです、そうなんです。どこでどう過ごされていたかは知らぬが、幼き王女が16年も行方不明だったのだから、さぞ苦労されたことじゃろう。そうなんでしょうね、きっとね。ローさんと一緒やったとはいえね、マルティナ王女、名前だけは聞いたことがありますが、お姿を拝見したことはありませんわ。ずいぶん前に亡くなった王妃様はとてもお綺麗な方だったそうですから、王女様もさぞお美しいのでしょうね。そうなんですよ、非常に美しいですよ、本当にね。まあ、この王国に王女様がいたなんて全く知りませんでしたわ。16年も行方不明だったとなると、今頃はきっと立派な大人の女性になっているのでしょうね。そうなんですよ、素晴らしい女性に成長しておりますよ。以前城のホームスコに盗みに入った不届き者が地下牢から脱走を図りよってな。おかげで我々の給金は大打撃だ。くそ、あの魔小僧め、顔さえはっきり覚えていれば地獄まで追いかけて捕らえてやるものを。目の前におりますよ。ねえねえお兄さん、さっき大勢の商人たちがたくさんの食材をお城の方へ運んでいくのを見たのよ。わーい、ごちそうだごちそうだ、わーい、パーティーパーティー、イエーイ。この時期に鹿を一頭丸ごと、そしてクレイボランさんのウイスキーにダーハルーネさんのワイン、めっちゃいいやん、羨ましいねんけど。わしですらめったに食べたことのない最高の食材と特級の酒が次々とお城に運ばれていったぞ。がぜんテンションが上がってまいりました。いいですね、何かいい匂いがするわね。お城から美味しそうな気配がするせいで気になって何も手につかないわ。そんなに。お、勇者ルービー様、はいはいはい、ここで余計なヤジ馬がお城に入らないよう見張っておりますから。ふう、寿命が縮むかと思ったよ。デルカダール王がここを通った時に孫の犬が襲いかかるところだったんだ。これは犬は何か感づいてるぞ。いつもは泥棒が入っても吠えないくらい人懐っこくて明るい犬なのに、一体どうしたって言うんだ。犬賢いな、吠えてるわ、あっちでワン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 言ってる言ってる、うわぐるる言ってる、ワンちゃん吠えてばかりなの、賢いな。やっぱりあいつ魔王やで、デルカダール国王に乗り移ってんで、魔王が。やっぱりそうやったか、ちょっと一瞬わからんくなったけど、そうですよね。
あんたもしかして勇者様かい？城下町のやつはほとんど誰が招待されたのか知らされてないんだ。それも変な話ですよね。今本当のことを聞いても城下町のやつらは混乱して騒ぎになっちまうだろうからな。そっと城内へ進んでくれよ。なんかね、町のみんなにも勇者様のご帰還だみたいな感じでさ言えばよくない？よくわからんな。なんかこっそりしてんな、こそこそしてんな。兵士たちはみんな知ってるっぽいけどさ、もうこのようにすぐ謝ってくるんですけれど、はい、うん、我々が間違っていたのだとね。悪魔の子、悪魔の子言われたからね。はい、お城に入ってきました。デルカダール城ほとんどね、この平和な時代というか廃墟の前のデルカダール城は探索できてないんですよね、私。トレビアン、はい、トレビアン、会話は変わってないですね。さて、ちょっとうるっとできるんでしょうか、これ。できそうじゃないですか。わいわい。16年前、ユグノア王国が滅びた時に、王女のマルティナ様も魔物に襲われて亡くなったものかと思われていたが、なんと今になって、マルティナ様がご無事な姿で見つかったそうだ。こんな奇跡って本当にあるんだな。16年前、ユグナ王国が滅ぼされてから、デルカダル王は随分性格が変わったけど、ご自分の娘を亡くされたんだし当たり前よね。マルティナ様がお城に戻られることで、16年間一人ぼっちだった王様の心が少しは癒されればいいんだけど。そうですね。でもね、デルカダル国王の中にはまだ魔王が入ってるからな。早く出て行ってくれへんかな。ようこそ勇者様。私たちデルカダールの民はあなた様を心より歓迎いたしますわ。嬉しいですね。あ、デルカダール城で歓迎されるとは嬉しいですね。この先はいけません。はい。おお、ルービー様、城内の兵士はみんな驚いておりますが、私はずっとおかしいと思っていました。ほんまか？あなた様のような、あなた様って清らかな目をした方がこの地にあだなす悪魔の子など私にはとても信じられませんでした。そうですか、見る目があったんですかね。王様をこの上におわします。はい、わかりました。あんまり探索できなそうかな。何やら城内が騒がしいようじゃが、もしかしてお前さんが原因かのって、何が始まるのやら。いや、ほんまに何始まるやろうな。ただのパーティーじゃなさそうやけどな。まあ勇者様話しかけてくださるなんて光栄ですわ。はい、こっちも行けません。はいはい、登っていきましょう。ほい、でこっちはいけんの？なんだと言うんじゃ、言ってる。ようやくデルカダール王に会えるということで取り継いでもらったのに、大事な客が来るからとまた追い出されてしまったわ。いすまんな、なんか。はい、すいません、勇者です、申し訳ない。私たちこれでも名高い貴族なのよ。プンプンやん。ごめんごめんごめん、すぐ終わらせるわ。すぐ終わりそうないけどね。めっちゃ覗いてますやん。王の話によると、あなた様は今までひどい仕打ちを受けたにもかかわらず、この国を救ってくださったそうで、謝っても許されることではありませんが、我々はこれまであなた様を誤解していたようです。ずっと謝ってくんな。はい、そもそも勇者という称号を持つ者を悪魔の子などと呼んでいることが我々の大きな間違いでした。ほんまやで、ほんま。それ勇者とはまさに勇気ある者、世界にとって希望の光となる存在なのだとデルカダール王もおっしゃっていました。デルカダール王も手のひらを返してくるな。まあ魔王なんですけど、はい、ご活躍を願っております。王が外出先から戻ってくるなり、急に勇者を称える宴を開くと大々的に発表されたんだが、勇者は災いを呼ぶ悪魔の子ではないのか。王の心変わりがどうも不思議でならん。まあそう映りますよね、兵士からしたらね。急になんだかお城全体が妙な緊張に包まれているような。また出ました、妙な。うん、気のせいですかね。妙ですね。いや、妙ですよ、本当に。風の噂に聞きました。あれからサマディ王国、クレイモラン王国と世界各地を旅して回られたとか。最初にあなたをここで見た時よりも随分たくましくなったのが分かります。さぞたくさんの苦労されたのでしょうね。はい、そうですよ、苦労してきましたよ。ホメロス殿がお出かけになった後、グレーク殿がデルカダール王を連れて後を追うように城を出て行かれたのです。
王とグレイグ殿は戻られましたが、ホメロス殿はどうされたのでしょう。何も報告がないのが不思議でなりません。そうでしょう、そうでしょう。はあ。こちらは王女マルティナ様のお部屋です。廃墟時代入ってしまいましたが、はい。ここは王様の部屋ね。はい、ここが玉座の間なんですね。ちょっと待って、その前にこの階段登っていいですか？登ったことのないこの階段を、廃墟以外で登ったことのないこの階段を登らせていただきまして、ヨッチが欠けてってる。ヨッチが欠けてってるよ。かわいい、なにこれ。ちょっと待って、この先なんかあんのか。ヨッチ、あ、ここで消えちゃった。条約層がありました。行くのは喧嘩。ホメロス様の行方がわからないのです。王様も気にされている様子がないですし、はて何が起こったというのでしょう。ねえ、それはだね。言えないんですけど。バルコニーに出ますか。はい。そんなこともできたのね。バルコニーです。初めて来ました、ここには。銀勇士人がいますね。空に輝く赤い星は勇者の星と呼ばれています。なぜ勇者の星と呼ばれているのかは明らかにされておらず、多くの学者が勇者の星の謎を解き明かそうとしています。しかし私の気のせいでしょうか、なんだか前よりも勇者の星が大きく見えるような。この頃からも大きくなりだしてたのか。これね、勇者の星もっともっと大きくなるんですよ。というか、まあ、体重が落ちなかったから、そんなに変わらないかなと思うんですけど、体重が落ちる落ちないに関わらず、あの勇者の星は大きくなるんでしょうか。その辺も謎なんですけどね。お、小さなメダル。やった。バルコニーにもありました。魔法の小瓶。おい。なんか、探索を取り戻してる感じがしますね。はい。はい、お待たせしました。玉座の間に行ってみましょう。ドキドキすんな、ちょっと。もうなんかもう過去に、ま、戻ってからずっとドキドキ緊張状態が続いてます。はい、ほんまに宴なんですか。宴が始まりそうな音楽は鳴ってますけど。こうしてそなたを再び迎え入れることができて嬉しく思うぞ。ほんまか。ホメロスにたむらかされたわしは長い間、勇者こそ災いを呼ぶ悪魔の子だと思い込んできたが、たむらかされたわしはやって、よくぞホメロスを打ち果たし我が娘マルティナを見つけてきてくれた。おかげでようやく目が覚めたぞ。それっぽく言ってくんな。なんかそれからお主に会わせたい相手がいるのだ。もうグレイグよ。誰誰です。はっ、誰が現れんのこれ。ほんまに、こういう風に再会する。はあ、そうか、エマちゃん。よかった、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私よかったね。エマちゃんも生きてるよね。あなたがお城に旅立ってすぐのことよ。ホメロスという将軍が大勢の兵士を引き連れて医師の村にやってきたの。そうね、グレイゴがね、守ってくれたんですよね。血の通わない冷たい目をしたその将軍は、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ、皆殺しだと。これは何回聞いても許せないですね、ホメロスね。でも遅れて現れたグレイグ将軍がホメロスを止めて私たちをかくまってくださってね。グレイグありがとう、ホメロス。長い間お城に閉じ込められたままだったけど、あなたが本当の勇者ということが分かって出してもらえることになったのよ。ね、石の村の人全員ね、お城の安全な場所にねいたんですよね。グレイグがそうしてくれたんですよね。あ、ベルラさん、本当によく頑張ったね。天国のおじいちゃんも
きっと今のお前を見たら喜ぶはずだよ。そうだといいね。さあ勇者よ、急な準備ゆえ大したもてなしもできぬが、今日は存分に宴を楽しんでくれ。なんかすごい食材とかお酒とかが揃ってるって噂を聞きましたが。皆の者心して聞け。怖いよ。この日よりこの者を真の勇者と認め、その名を称える者とする。勇者様万歳。勇者様に栄光あれ。パーティーが始まって、はい、その日は夜遅くまで宴が催された。なんで宴はカットされるのか。一緒に楽しみたいんですが、ある者は歌い、ある者は踊ってルービーたちの活躍を称えた。そしてその夜来たよ、ドラッグエあるある宴の後。何かよからぬことが起こるのではって思ったんですが、音楽は割と平和な音楽が流れておりますね。はい、てなわけで続きは次回やっていきたいと思います。まあね、エマちゃんとペロラさんもまあまあまあ前回再会した時と同じようなことを言ってたので、そっかっていう感じではあったんですけど、なんなのこれ、もう一回こういう感じでいろいろやり直していくので、そうそう、あのホメロスを止めたバージョンを今見てるわけじゃないですか。ルート的な、なんかルートが分かれてって、ホメロスはあの時止めた時バージョン、しかしまだウルノーガは姿を見せていないし、ちょっとほんまになんか なんやろなって思いながら、正直ここ何回かは進めてるんですけど、まあ続きは次回やっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。